先日私が契約している著作権フリーの音楽とかサウンドエフェクトを提供しているアートリストが SFX チャレンジという自分の動画をですね、サウンドデザインしてかっこいい動画を作っちゃおうぜっていう企画がありました。締め切りが5月の5日までだったんですけど、ゴールデンウィーク中で結構ねバタバタしてた中で、ちょっと最初はね諦めてたんですけれども、締め切りの1日前にですね、よしやってやろうという気持ちになって、なんとかねギリギリ締め切りの2時間前に動画ができてですね、それをエントリーしたというわけなんですよね。で、2日前にその完成した動画の方をアップしてるんですけれども、見ていただけましたか？今回はそのサウンドデザインをどんな風にやったのかの舞台裏、これをですね見せていきたいと思います。スイーツラバーチャンネルのスイラブです。いらっしゃいませ。ということで、今回はですね、ちょっとね締め切りギリギリだったので、別でですね映像素材を新たに撮影しに行く時間っていうのもなかったので、今回は以前アップしたハウステンボスの動画を使うことにしました。ただね、ハウステンボスの動画見てもらうと分かる通り、3分近いね動画なんですよね。今回の SFX チャレンジっていうのは45秒から1分の動画でまとめてくださいっていう規定があったので、この3分の動画をねギュッと1分に縮めないといけないんですよね。音楽も変えずにそのまま1分にね短縮しようと思ったんですけど、なかなかこう音楽がうまく1分に縮まらなかったので、今回はね新しい曲を新たに追加して、そこからスタートになりました。どんな曲をね使ったかと言いますと、ちょっとね流してみますね。こんな感じのちょっと軽快な音楽を使ってみました。でもちろんね、曲が変わってくるとその曲のリズムとかその盛り上がる部分っていうのも全然変わってくるので、素材の置き換えとかも必要ですし、あとはねその3分の動画を1分にまとめるので、かなりねカットする部分が出てきたんですよね。でそこから始めたので、今回はその1分の動画をどんな風に作ったのか、これをまず見ていただきたいと思います。ちょっとね1分お付き合いください。これはね、まだサウンドデザインを一切行ってない動画になります。で環境音とかもねちょっと入れてるんですけれども、まあ環境音だけですね、入れてるのは。色味とかは前回と一緒、ほとんど当たってませんね。で曲の感じが全然違うので、カットするタイミングとかですね、少しいじってます。で、1分って結構ね、意外と短いので、こんな感じでね暗転して終わるという、まあ、ちょっとね中途半端かなっていうふうには思ったんですけど、まあ、今回ちょっとこれでいこうかなという感じでスタートしてます。で今回はここからサウンドデザインをしていくことにしました。サウンドデザイン自体は私ね初めてやる経験なので、まあ、これもね一つの勉強かなと思ってチャレンジしてみました。サウンドデザインっていうのはいわゆるですね、撮影の時に記録された音声とか環境音、それ以外に別の新しい効果音とか環境音ね追加して、トータルで映像に深みを与えていくという作業になるんですね。じゃあ早速最初から見ていきましょう。あ、ちなみに今回使っている音楽とか効果音は全て先日紹介したアートリスト、こちらからダウンロードをしています。でダウンロードのねリンクも概要欄の方につけておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。あの聞くだけは無料ですので、めちゃくちゃ高品質な音楽とか効果音が揃ってますので、絶対ね聞いてみる価値はあると思います。でアートリストなんですけど、サブスクリプションになりまして、1年間の契約にはなるんですけれども、この下のリンクを使って契約していただきますと、2ヶ月間の無料期間がねプラスされてくっついてきますので、
ぜひね、アートリスト契約する際はこの下のねリンクからたどって契約していただけるといいかなと思います。アートリストをね解約したとしても、ずっとね以後ずっとですね、そのダウンロードした曲っていうのは著作権フリーで使えるっていうね超お得なサイトなんですよね。これはありがたいと思います。ですので映像作品をね YouTube とかで今後チャレンジしていきたいなと思ってる方は、このアートリストぜひチェックしてみるべきサイトの一つではと思います。まず何もサウンドデザインをしていないタイムラインはこんな感じですね。まあ非常にシンプルにはなりますね。で音楽が新しい先ほどの音楽を入れてます。で最後ねフェードアウト、暗転してフェードアウトしていこうと思ったので、音量の方をフェードアウトしていくような感じにしてます。で環境音、あのカメラでね実際に撮れた環境音についてはこの2つですね。ここは車が走る音ですね、ゴーっていう音ですね。これはそのまま残してます。それからここはですね、ハウステンボスのスタッフさんがこう踊ってる様子の時の音声、これを直接使ってます。ここはですね一応 J カットになるんですよね。この辺からこの踊ってる人たちの声をですね手前のクリップから流していく感じにしてます。で徐々に徐々に音声を上げていって、でここでマックスの音声にしてると。で最後は少しフェードアウトっていう効果を使ってます。ここからサウンドデザインをしていきます。で最初ねここの看板をシュッとこう上に行くところ、ここをですね効果音少し入れたいなと思います。こうね、どんな効果音を入れようかなと思ったんですけれども、こう看板が上にブワッてくるので、そういったこう迫力のあるブワッっていう音をね使いたいと思うので、アートリストをね開いていただいて SFX、 ここをクリックすると、そうするとここに検索窓が表示されるので、こういったブワッっていう音、迫力のある音を出したいときはここのですねウーシュですね&トランジション、これを選択します。で今回はねあの短いウーシュなのでショートですね。で結構ねいろいろあるんですよね。ちょっと聞いてみましょうか。ちょっと音がちょっと聞いてみますね。こんな感じの音であるとか、こんな感じですね。こんな感じの音がたくさんあるのがこのウーシュですね。で今回使ったウーシュなんですけれども、こんな感じの音を使ってます。ちょっとね効果音だけ流してみます。ここですね、ふわっていうね、これちょっと効果音をねつけました。でここからなんですけども、ハウステンボスね入っていくんですよね。でここのこの日はですねめちゃくちゃ風が強かったので、その風、カメラから直接撮った風の音もあるんですけど、そのブーブーってずっとねあの雑音みたいに入ってたので、ここは別で効果音を入れました。これがここですね。ちょっと流してみますね。こういう感じのサーっていうね音、これをですねアートリストの方から選んでます。風の音なんかはウィンドウっていう感じで入れればですね、結構いろいろなこういったね、まあ、風の音って一言で言ってもですね、この嵐みたいなすごい風の音だったり、そよ風みたいなちょっとね音だったり、これ結構ね激しい系の風ですよね。でたくさんあるのでなかなか選ぶのにも時間がかかるんですけど、やっぱりその動画に合った雰囲気に合ったぴったりの効果音を選ぶっていうのが大事だと思います。で今回使った効果音なんですけど、これですね。こんな感じのこうサーっていう風の音にしてます。次になんですけど、鳥のねさえずりっていうのをここで入れてます。探し方としてはですね、まあ鳥のさえずりなんですけど、例えばフォレストと入れて検索するとですね、こういう感じで森の中の音っていうのがたくさん出てくるので、この中からね自分の動画に合ったものを選んでいきます。でここで一番いいなっていうふうに選んだのがこの鳥の鳴き声になります。日本にいそうですよね。だからあくまでもその動画に合った
もの、好き勝手にですね入れればいいっていうことではなくて、やっぱりその動画に合った効果音っていうのを適材適所でスパッと入れていく。しかもそのボリューム、あまりこう際立って効果音をバシッと出すんではなくて、動画に馴染むように効果音をね少しずつ重ねて入れていくっていうのがサウンドデザインの肝だと思うんですよね。で次はですね、ハウステンボスに入っていくんですけど、こういう感じのね人のざわめきっていうのを少し入れてみました。これはですね、ハウステンボスに到着したのはね開園直後でもうほとんど人がいなかったんですけど、まあ、テーマパークということでねちょっとねこういった雑踏というか人のね声っていうのを入れてます。でこれもね簡単に見つかります。例えばまあこの下にいろいろあるんでここから選んでもいいんですけど、まあ上の検索窓から選ぶんだったら、まあ、例えばねタウンとかね、そうするとこういった人のざわめきっていうのがいろいろ入っているので、ここから選ぶこともできます。おお、こういう鐘の音が遠くで鳴ってたりするっていうのもあります。いろいろありますので、まあ、聞くだけでも楽しいですよね。で今回使った効果音っていうのがこれですね。人の声が少しすると。でもう一つですね、鐘の音もね少し入れてます。こんな感じですね。で次のシーンなんですけど、この手すり、白い手すりがこうチルトで下がってきて、で次に白い服の彼女が出てくるという感じなので、ここもねちょっと迫力を出したウーシュをこれを使ってます。どんな感じにしたかというと、このウーシュを使いました。これですね。で少しねこう迫力を出した感じですね。こういったカメラトランジションを使う場合はウーシュを効果的に入れるとかっこよくなりますね。でここからですね、彼女がね歩くシーンなので、本来はその足音っていうのはあまり入ってないんですけれども、ここは別で足音っていうのを入れてます。こんな感じですね。でこの足音がねちょっと小さかったので音量をね少し上げてます。こんな感じですね。でこういった感じでその効果音を一個一個積み重ねていって、トータルでですね映像に厚みを持たせていくっていうのが大事なんですね。ですのでその効果音があんまりこう主張しすぎないように、映像にね溶け込むように入れていくっていうのがコツかなと思います。でここからですね風車がねこういう風に映るので、風車の音っていうのがね探したらねあるんですよね。これがウィンドウミル、ウィンドウミルっていうのが風車らしいんですね。でここでですね、まあ4種類しかないんですけど、どんな音かというと、音が大きい、どんな音かっていうと、こんな感じですね。どんな感じで入ってるかというと、ここをミュート解除して、風車の絵に合わせてですね、こんな感じで入ってます。でハートのオブジェが過ぎる瞬間にこういうウーシュを入れてます。こんな感じで、で本当ねこういうトランジションを使ってる時とか本当にねウーシュっていうのが便利で、ここは傘がねパンパンパンとこう切り替わる映像だったので、ここは3連続でこんな感じでウーシュ入れてます。本来こういうウーシュって音はカメラを通して撮影の時にね収録するような音ではないんですけれども、より映像に迫力を持たせるためにこのウーシュを入れるとなかなか面白い効果が得られるかなと思います。でここからですね、ちょうどここの壁画なんですけど、このカラフルな壁画のところに鳥がね一瞬映ってたりするので、ここに鳥のさえずりを少し入れてます。で足音ですね、ここが足音になります。
こういう感じですね。で、結構ね、こういうふうに色分けをしてるんですけども、このブラウンは、風の音になります。で、こっちの色はですね、黄色っぽい色は足音ですね。で、次の場面はですね、ドムトールンタワーっていうね、あの時計台なんですけれども、今回はちょっとね、まあ、ハウステンボスの中の、まあ、オランダという風景なので、鐘の音が合うかなと思って、この鐘の音をね、追加してます。このドムトールンタワーを見上げて、鐘の音が響いてくると。そういうような演出にしました。で、ここは彼女がカメラをね、スマホのカメラをカシャッと撮るので、ここはカメラのね、シャッター音とかは、現地では全然撮れてはないんですけど、後でね少しだけ入れてます。こんな感じで、あんまり主張しすぎないレベルで、これぐらいですね。ちょっとだけ音を抑えてカメラのシャッター音を入れてます。で、ここは本来あったスタッフのですね声ですね、これを入れてます。で、最後はその花がこう飾ってある汽車の横をですね、ずっとこう彼女が歩いていくっていうシーンなので、ここに足音と風の音ですね、風の音、それから鳥のさえずりを3つの効果音を入れてます。で、足音なんですけど、歩くスピードがちょっとね途中で変わるんですね。ここまではちょっと早めの歩きのスピードで、こっからねちょっとだけ歩きが遅くなるので、足音を少し速度を落として効果音として入れました。足音だけねちょっと聞いてみましょうか。速い足音から遅い足音に変わっていく感じを聞いてみます。こんな感じですね。全体的に不自然に効果音だけがこう突出してバンと出るような感じではなくて、動画全体のバランスを見てですね、映像に厚みを持たせるという感じで効果音を重ねたり、あとはフェードインとかフェードアウトを上手に使って音声のねバランスをしっかりと考えながらサウンドデザインをしていくと、こんな感じの動画に変化しました。じゃあ出来上がったものを再生してみたいと思います。最初のね、何もサウンドデザインをしていない動画と比べてどうだったのか、ここをね聞き比べてみてくださいね。じゃあ再生してみます。いかがだったでしょうか。最初の何もサウンドデザインをしていない映像と比べると、結構ね音に厚みが出て、映像にも臨場感がさらにプラスされたんじゃないかなと思います。こんな風にシネマティックな動画を作る場合は、特にねこのサウンドデザインっていうのが大事になってくると思いますので、まだやったことないよって方はぜひねこのサウンドデザイン試してみることをおすすめします。で、効果音を使う時もですね、意外とね、あの短い効果音でも著作権っていうのがあったりするので、そういった著作権がね不安な方はぜひねこのアートリストを使ってみることもおすすめします。今回の動画良かったと思っていただいた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。